男はこちらの窓ガラスを割って侵入しました。ガラスは激しく割れてしまっています。雨や風が強かった一昨日午前1時ごろ、札幌豊平区月寒西の住宅に男が侵入しました。男は住人の男性を粘着テープで縛り、けがを負わせて現在も逃走しています。関係者によりますと、住人の男性が物音がしたため様子を見に行ったところ。 侵入してきた男と鉢合わせに。男は男性をはがいじめにして床に押し倒し。粘着テープで縛ったことが新たに分かりました。男は金品を要求し、室内を物色しましたが。何も取らずに逃げました。怖いですよね。戸まりとか気をつけないといけないですよね。男性は両手に擦り傷など軽い怪我をしました。 当時、家には男性の妻もいましたが、怪我はいませんでした。逃げた男は身長175センチくらいで、フード付きの黒いジャンパーを着て黒いズボンを履いていました。警察は強盗致、傷事件として逃げた男の行方を追っています。